演出を担当いたします山田でございます。今日はありがとうございます。貴婦人の訪問というミュージカルで、フリードリヒ・デュレンマットさんというスイスの劇作家がいて、その方が1958年に書いた戯曲が原作になっているんですね。でこの戯曲が2013年にスイスのトゥーンというところで初演されまして、で2014年にウィーンの、ロシェダですかね、で、上演されまして、そして2015年今年日本にやってくると、そういうことになります。とてもロマンティックですし、とても情熱的ですし、でもちょっと文明批評的なシニカルなところもあって、すごく大人の味わいのミュージカルだなと思っています。まあ、決して難解なということでもないですし、気真面目に見なきゃいけないということもないです。大ロマンだと思っているんですけども、特にこの原作の戯曲っていうのがやや何て言うのかな、偶話のように書かれているっていうんでしょうか、割と乾いた笑いみたいなものがふんだんに盛り込まれた文明批評の劇みたいなものが原作になってるんですけども、このミュージカルはもう少しロマンティックな方に寄っていて、やっぱり運命のドラマであったり、ここにいらっしゃるお三方を巡る愛と憎しみの物語が展開されるということになります。まあ復讐、若い頃の裏切りを忘れずに復讐に誰かが帰ってくるという意味では、ちょっとモンテクリスト博の裏返しみたいなストーリーでもありますし、主人公が、いろいろな恐怖に次第に自分を失っていくという構造を見ると、ちょっとレベッカと似たようなところもあって、音楽的にもそのレベッカ的なところもありますし、モンテクリスト博的なところもありますし、まあ、パワフルだったり超絶的だったりロマンティックだったり極めて美しい音楽がたくさん出てきて、まあ、そういう意味で見どころ満載のミュージカルになるだろうと思っています。まだもちろん稽古はこれから、6月に入ったところから稽古になっていくので、仕上がりみたいなものはこれからなんですけども、まあ、皆さんのご期待に、背かないようなミュージカルにしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。見どころ満載で、こう大人が楽しめる作品のようですね。ありがとうございました。再会したかつての恋人、クレアから町への財政援助と引き換えに自らの命を要求されてしまうアルフレッド役です。山口雄一郎さん、お願いいたします。今日はどうもありがとうございます。本当にできてよかったなと思っております。この後皆さんと一緒に日比谷公園で楽しくお話ができればと思っております。その時はぜひご参加ください。山田さんの方からのプレゼンテーションです。それから大きいじゃないですか、みんな。あ、そうですか。本当に先ほど山田さんの方からこの作品についてのいろいろなご説明があったんですけども、その中の愛憎というのがありましたが、この作品の中で私は10代の時に鈴風さんと付き合っておりました。本当に作品だけかなと思うと残念なんですけど、でも愛しておりました。にもかかわらず、私は春野さんと結婚してしまいました。どんな目に遭うんでしょうかね、本当にね、本当に。そして田舎の、なんと言うんでしょうか、平和に雑貨屋の、カップルで、雑貨屋を営んでいたんですが、とある日、世界の億万長者になって、その10代の時愛した鈴風さんが戻ってきたんです。本当にどんな目に遭うのか。本当にミュージカルでよかったです。ぜひ、そういうことをいくら若いからといって、奔放な人生を歩むと、おじさんになってどんな目に遭うかというようなことも含めて、皆さんでこの作品を楽しんでいただければと今から思っております。どうぞよろしくお願いします。じゃあまさに運命に翻弄されそうな、アルフレッド、楽しみにしております。さあ、それでは、続きましては、億万長者の未亡人となり、
財政破綻寸前の故郷に帰ってきたクレア役の鈴風真代さんです。お願いいたします。クレア役、鈴風真代です。今日はありがとうございます。山田さん、そして山口雄一郎さんがいろいろお話ししてくださいましたので、私は、そうですね、誠心誠意クレアという役に生き、完全燃焼できるように、頑張りたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。クレア役大変楽しみです。そして、夫と共に町の雑貨店を営む、アルフレッドの妻、マチルデ役の、春野すみれさんです。よろしくお願いします。はい、皆様こんにちは。本日はありがとうございます。山口さん演じます、アルフレッドの妻マチルデを演じます。夫を愛し、子供を愛し、家庭を守り抜く、そんな、気持ちで溢れている女性をしっかりと演じてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。文才兼母というね、なんかぴったりなのではないでしょうか。マチルデ役の春野さんでした。この人たちがいたら何の心配もないっていう感じの顔ぶれなので、何の心配もないですね、本当に日本でミュージカルを語るときに外せないような方々ばかりだと思うので、まあ、ドラマとしても、あるいは音楽的な部分で言っても、今年の中では大変水準の高いものになることは決まっているので、何の心配もないですえ、何の話でしたっけ。そういうことでよかったです。すごく楽しみだと思います。本当に、ね、個性もあるし、技術も持ってらっしゃるしっていう方が揃っているので、とても充実した作品になると思います。楽しみです。先ほど山田さんからのご説明があったように、本当にこの楽曲で、まあ、基本的に言えてるのは、新しい作品は曲を書く方も今までにない、もっと魅力的な、年々魅力的になるんですけども、ということはより複雑になっていくというね。ただし聞く方はとっても楽しく、それで魅力的なものをこう感じ取れると思って、楽しんでいただければいいと思うんですけども、僕たちはその上ににっこり笑いながら死ぬほど一生懸命曲をさせていただきたいなと思っております。まあ、そんな曲になると思いますけど、それと同時に今言ったいろんな人間関係をその楽曲で表現していくことになるので、割とデュエットだけじゃなくてカルテットなんてことにもなって、それでその人間関係に沿ってその行動進行が変わっていくものですから、まあ、それも楽しく聴いていただければいいなと思ってます。大変です。では鈴風さんはいかがでしょう。はい、とても難しい楽曲が私の場合は多くて、ハードルが高いなと今は感じています。曲もそうなんですが、言葉、言霊を音符に乗せていき、その言葉をお客様にうまく伝えられるように、これから、2ヶ月間、集中して、いかなければいけないなと感じております。以上です。春野さんはいかがですか。はい、初めてその音楽を聴いた時に、やはり音楽というのは人の心をあっという間にこう感動へと持っていってしまう力があるのだなというふうに、感じました。そして今回のミュージカルにも、まあ、さまざま本当にダイナミックで、激しい曲があったり、美しいロマンチックで美しい旋律の曲があったり、いろいろな曲があって、どの曲を聴いても、私自身が大きく心を揺り動かされてしまうなというふうに感じましたね。そして今回私が歌わせていただく曲というのは、場面によって
って歌詞を変えたりなどして心情をお伝えしていったりするので、あの曲はメロディーは同じでもまた言葉を変えて、その空気を変えていくという、技術も要求されますので、しっかりと、いろんなことを表現していけたらいいなと思います。休暇が欲しいですかね。休暇、はい、山口さんはいかがですか。はい、2000億円ですよね。2000億円、うん、あのそんなあの各都道府県 の、 あの助成金レベルをいきなり一人でいただいても、あの大体あの宝くじに当たった方の 98% は親族との訴訟が始まるという、そういうデータがあるので、あの突然降って湧いたあの金銭に関しては基本的にあの不幸が始まるというふうにあの思っていて間違いないなと。じゃ あ、 あの残りの 2% はどういうことなんだろうと思ったんですね。そうしたらその方々はすでにそれをお持ちだということだそうです。そしてこの国にそんな人がいっぱいいるの 2% もと思いました。 でも2000億は日本にはたった何人しかいませんよね。だからそういう意味じゃなるほどな、どうするんだろうなと、あのこれから作品をやりながら、あのぜひ24時間ぐらいかけてあのお話ししましょう。では鈴鹿さんはいかがでしょう。はい、今山口さんからのお話でちょっと怖くなってしまったので寄付します。では春野さん。はい、私もそんなに大金を手にしたことがないし、その額を言われても全く想像つかないので、黙ってるかもしれません。ですね、もう本当に怖くて言えないですし、使い方もわからないです。もう置いときます、ご自由にどうぞ。、はい、ということですが、はい。